路線バスで行く海ほたるの旅、木更津駅から川崎駅行きの路線バスに乗ります。そうしますと、はい、田園風景が広がっていますね。本当に海ほたる着くのかなと思うと、すぐにね、海の景色が広がってきまして、右も左も東京湾、するとすぐに目の前に軍艦のような海ほたるが現れてまいります。ではバスを降りてみましょう。バスね、10人ぐらい乗ってたんですけど、降りたの僕だけでした。はい、海ほたるパーキングエリアに到着しました。ちょっと驚いた、掲示板がありました。禁止事項1オフ会、ま、踏み込まないようにしましょう。はい、観光バスがたくさん止まっています。はい、オーシャンビュー、そして、鐘の音が鳴ってますね。はい、みんなが鳴らせるような鐘が、展望台に設置されています。やっぱりね、船をイメージした建物になっているんですね。高い塔があります。はい、これが鐘です。はい、天気もね、この日良くてね。それでは中に入ってみましょう。パーキングエリアなので座る場所はたくさんあります。はい、しかしここはあくまでもパーキングエリアなので、お酒は一切置いてありません。東京湾にはね、本当にたくさんのいろいろな種類の船が浮かんでいますね。はい、川崎側の屋外に出てみました。あ、ヘリポートもありますね。はい、船、これね、船好きの人にもおすすめですね。1日で多分何百隻、もっとかな、もしかして、もの船をね、見ることができます。はい、ヘリポート降りてまいりました。ではちょっと歩いて行ってみましょう。いや、この日はね、本当にね、風がなくて穏やかな一日でした。はい、風をね、測るこちらの装置も全く揺れていませんね。いや、これで富士山が見えたら最高だったんですけどね。まあまあ贅沢は言われないですよね。はい、こちらが海ほたるの端の端ですね。はい、来ちゃいました。はい、前にはテトラポット。はい、テトラポットに覆われています。そして向こうに見える白い建物が人工島、風の塔です。そしてこちら側が東京都ですね。霞んでビル街が見えます。そして船、いやー、こんなにすごいね、東京湾を横断する土木建築を作った方々は本当に偉大ですよね。そしてこの海ほたる、東京湾アクアラインの建築の立役者、浜光先生こと浜田光一衆議院議員の顔が浮かびますね。はい、軍艦のような海ほたるの建物です。そしてこちらのオブジェが川崎側のトンネルを掘り進んだカッターフェイスを復元したものだそうです。そしてこちらは実際の歯のようですね。そして展示館には実際に貫通時に使用されていた歯が展示されています。この日はね、午前9時から午後4時までの7時間ほど、こちらの海ほたる滞在しました。いや、結構ね、皆さん入れ替わり激しくて、多分お土産さんを見てちょっとふらっとこの展望台に行ったら30分長くて1時間ぐらいで皆さんね、目的地へ向かわれるんだと思いますね。海ほたるが目的地っていう方は多分ほとんどいらっしゃらないと思いますね。そしてこの日は日曜日だったんですけれども、路線バスで来た人はほぼいないようですね。いても数人。あ、今のが東京都ですね。霞んでビルが、摩天楼が見えました。はい、こちらはまっすぐ行くと木更津に行
きます。そしてね、木更津からね、この下がトンネルになってまして、こちらの立体的な橋が木更津側で、後半はずっとね川崎側はトンネルになっています。この風景もねずっと見ていてもね飽きないんですね。あ、結構右側見ると渋滞、はい、塔も素敵ですよね。上でくるくるなんか回ってます。そしてこちらトイレがね数が多くて清潔でとってもおすすめです。はい、そして一番のおすすめがこちらのマッサージチェアです。はい、外の風景を見ながら15分200円で最新式のマッサージを味わうことができます。これでね一日の疲れスカッと取れました。そして仕上げにすぐ隣にあります足湯コーナー、はい、海を見ながら入る足湯、こちらも最高です。そして一番最後にカズサというお蕎麦屋さんに入りました。タイちくわ店、こちら味わい深いタイちくわと歯ごたえのいいお蕎麦、サービスも最高でした。駐車場の一角にあるので、ドライバーの方が多く利用されるんだと思うんですけれども、上のフードコートが混んでいる時結構穴場なのでおすすめです。はい、そんなこんなで、路線バスで行く海ほたるの旅、お楽しみいただけましたでしょうか。では川崎行きのバスに乗って帰ります。皆様ご視聴ありがとうございました。